こんにちは、インターン生の中村祐希です。今回私は WEF14 のコンテンツのリーブについて説明したいと思います。リーブというのは繰り返し受注可能なクエストです。ただしリーブを一つ受注するためにはリーブ券が1枚必要となります。リーブ券は1日のうちに9時と21時の21時に3枚ずつ計6枚配布されます。リーブには大きく分けて3種類があります。一つは傭兵家業、もう一つは最終家業、もう一つは制作家業の3つです。この3つはプレイヤーの職によって受けられるリーブが異なります。プレイヤーが戦闘職である場合は傭兵家業、最終職である場合は最終家業、生産職である場合は制作家業となります。このうち最終職、生産職はそれぞれギャザラー、クラフターと呼ばれます。リーブでは報酬として経験値、ギル、アイテムをもらうことができます。それぞれのリーブの中にさらに種類があります。まず傭兵家業についてです。傭兵家業には討伐任務、獲得任務、追撃任務、索敵任務、巡回任務、怪獣任務、捜索任務、誘導任務、妖撃任務、噴射任務があります。戦闘職のリーブには一人でも複数人でも挑戦することができます。しかし前回お話ししたフェイトとは異なり、パーティーでは挑戦できるがパーティー以外のプレイヤーは参加することができません。また報酬はそのリーブを受けた人のみが受け取ることができます。次に採取家業についてです。採取家業については指定採集、大量採集、調査採集、確認採集があります。最後に制作家業についてです。制作依頼、調達依頼、大口依頼の3つがあります。リーブは様々な目的で利用されます。例えばレベリングや金策として利用されることが多いです。特にクラフターのレベル上げには最適です。毎日リーブ券をもらえるので腐らせないようにどんどん使っていきましょう。この動画が気に入った方はチャンネル登録といいねをお願いします。